S&P500 にさえ投資していれば何でもかんでも儲かる。これは間違った認識です。その一方、マイナス 30% の年があったというのもしっかり理解しなければいけないと。相場サイクルも理解せず、金融ショックを理解せず投資している人はかなり危険です。ライオン兄さんの米国株ファイヤーが最高。はい、ということで今回のテーマはこちら、 S&P500 の信者は金融ショックで退場するということで、このテーマについて動画を撮っていきたいと思います。 S&P500 はウォーレン・バフェットもライオン兄さんもおすすめしたのに、金融ショックで大損して退場するなんてやめてー、こう思われたあなた、確かに S&P500 は堅実な投資先です。長期で取り組めば報われる可能性が高いんですけど、S&P500 にさえ投資していれば何でもかんでも儲かる。これは間違った認識です。今回の動画では S&P500 に投資していても損は出る可能性があるんですよというお話と、それから今 S&P500 に積み立て投資をしていて利益が出ている人も、次の金融ショックで、まあ、30% ぐらいの人は損をして退場してしまいますよというお話をしていきます。この動画を最後まで見ていただきますと、積み立て NISA で S&P500 に投資している人は金融ショック暴落に対してどのように対処すればいいのか、それから数百万から数千万以上の大金を S&P500 に投資している人は金融ショックでどう立ち回ればいいのか、そしてファイヤー達成者が S&P500 で運用している場合、金融ショックはどのように立ち回ればいいのか、この3つのパターンの投資家に対して正しい認識ができますので、どうぞ最後まで動画をご視聴ください。はい、では早速いきたいと思います。まず S&P500 についてはアメリカの大型黒字企業500社をベンチマークした株式指数です。有名な話では、投資の神様ウォーレン・バフェットが妻への遺言で、自分が亡くなったら資産の 90% で S&P500 を買いなさい、残りの 10% で国債に投資しなさい、このようにね言葉を残しています。実際ライオン兄さんのこのチャンネルでも S&P500 の動画が非常に人気でして、こちらのサムネの動画、 S&P500 に700万円投資結果報告、それからこちらのサムネ、 S&P500 初心者やりがち NG な買い方、この2つの動画で運用結果やそれから投資の方法っていうのを動画にしておりますので、ご興味ある方はね、概要欄にリンクを貼っておりますので、こちらもねチェックしてみてください。このようにライオン兄さんのチャンネルでも S&P500 の運用結果や投資方法っていうのを動画にしてきました。そしてその動画を見た視聴者の方からもういろんなコメントをいただいてね、ライオン兄さんの動画を見てもう数千万円 S&P500 にぶち込みました、それからライオン兄さんの動画を見てお母さんが S&P500 に1000万円一括投資しました、こんなねコメントがねいっぱい来るようになったんですね。なので今回の動画では、いやいや S&P500 に投資しても損する人は損するんだよっていうねお話を皆さんにお伝えしていこうと思います。ではまず S&P500 の過去の歴史から見ていきたいと思いますので、こちらをご覧ください。こちらは S&P500 過去195年の歴史ということで、パフォーマンスをね見ていった時に、マイナス 40% からマイナス 50% になったのは過去195年で1回あったと。そしてマイナス 30% から 40% は2回、マイナス 20% から 30% は6回、マイナス 10% から 20% は17回もありました。そしてマイナス 10% 以内っていうのが31回もあったということで、過去195年で合計57回もマイナスの年があったということです。つまり約 30% の確率で過去のデータでは S&P500 はマイナスの年があったということですね。確かに勝率で言うと 70% はプラスになっている年だということを考えると、非常にこれは堅実だと思います。その一方、マイナス 30% の年があったというのもしっかり理解しなければいけないということですね。もしかしたらあなたが投資した1年目2年目3年目が連続でマイナスの年になる可能性だってあるということですね。では実際チャートの方も見ていきましょう。こちらをご覧ください。こちらは S&P500 ETF の SPY です。そうすると、まあ、2000年頃に一度山をつけて下落していますね。これがドットコムバブルです。だいたい160ドルぐらいから80ドルぐらいまで半値までね大暴落をしています。そして2008年頃にもう一度暴落っていうのを経験しています。これがリーマンショックですね。こちらも160ドルぐらいから80ドルぐらいまでね、80ドル割れぐらいまで行ってます。そこから株価は右肩上がりに上昇しているんですけど、330ドルぐらいから、まあ、210ドルとかねそれぐらいまで、大暴落をしています。ということで、いくら手堅い S&P500 であっても
ても10年に一度は暴落が来るということをまず知らなければいけません。そして皆さんが S&P500 にどのように投資しているかは知りませんけども、まあ、多くの方がね積み立てをしていると考えられます。では積み立てをしていくとどうなるかっていうと、株価がね右肩上がりに S&P500 上がっていってます。ですけど皆さんが積み立てをしていくと平均取得単価も上がっていくということです。そして10年に一度の大暴落が来るので、今ある皆さんの含み益はほとんど全て吹っ飛んでマイナス圏まで多くの方が突入するということが考えられます。ということで SPY の ETF から暴落率っていうのを大体でね計算してみたんですけど、ドットコムバブルが大体半値マイナス 50% ぐらいになりました。そしてリーマンショックはもっとひどいです、マイナス 57%。 そしてコロナショックはマイナス 35% ぐらいの暴落を経験したということです。つまり S&P500 やそれから VTI などのようなトータルストックマーケットっていうのは右肩上がりに上がっていきます。ですけど皆さんも買い増しっていうのをやっていくと平均取得単価っていうのが上がっていきます。もし平均取得単価が暴落前にこのぐらいまで上がっていたとしましょう。そこからリセッションが、必ずリセッションは10年に1回ぐらいね起こりますので、その時に株式のポジションが大きすぎると、いくら S&P500 が手堅いからといって S&P500 だけに集中投資をしているとこのリセッションの暴落っていうのをもろに食らってマイナス圏まで行ってしまいます。そしてこのマイナスになった時にポジション量が多すぎる人、今数千万とか億とか投資してね株にもう全力で振り切ってる人は、このマイナスになった時の含み損の数字ですね、マイナス数千万とかマイナス1億とかっていうね、その数字を見る、その恐怖に耐えられなくなって、ここで結局そこのとこで売却狼狽売りをして損をしてしまうと、このようなダメなサイクルに入ってしまいます。では金融ショックの対策はどうすればいいのかということなんですけど、この暴落が来る前のこの高値付近である程度現金化利益確定をしなければいけないということです。そしてこの暴落の底では現金がたっぷりあるので、暴落からの回復ですね、回復の初動で投資ができると、このような良いサイクルに入るということになります。ということで分かりやすくグラフにしたんですけど、こちらをご覧ください。投資における金持ちサイクルと貧乏サイクルということで、金持ちサイクルはどうなのかということなんですけど、好景気ではもう利益確定で株を売ります、株を高いところで売ります。そして高いところで株を売ってるから現金がたっぷりある。そして不景気になった時は株価がバーゲンセールになっているので、ここで株を買うということです。だからみんながギャーって狼狽売りしてる時に逆に株を買いに行くということですね。それに対して貧乏サイクル、投資で負けてしまう人はどういう人なのかということなんですけど、好景気で株価が上がっていくときにまだ上がるだろうということでここで株を買います。いわゆる天井付近で株を掴んでいるということですね。そこから不景気になったら株が暴落するので、結局自分は天井で掴んでるんで、このね不景気のマイナスがとんでもなくストレスになるんですね。そしてそこで株を売ってしまうということです。ということで投資においてのこの金持ちサイクルと貧乏サイクルがあるっていうのを皆さんご理解ください。いやいや、ライオン兄さんとは言っても僕は積み立て兄さんでちょこちょこやってるだけだから、この暴落なんて怖くないです。こういう人もいらっしゃると思いますので、積み立て兄さんをやってる人に対しては後ほどね対策をお伝えします。まだまだ動画は切っちゃダメですよ。ではこの株が暴落してそこで狼狽売りしてしまう人はどんな人なのかということなんですけど、そういう人はこういうポートフォリオを組んでいます。こちらをご覧ください。今アメリカ株が強いです。強いんで株価が上がるんで、もう強一辺倒で株式に投資している人はこんなポートフォリオに今なってるんではないでしょうか。株式が 90%、 現金が 10%。 実際ライオン兄さんもコンサルティングしてる人で、こういう、 もう株に強気一辺倒でポートフォリオが 80%、 90% なってる人が結構多いです。ではこういうポートフォリオのままリセッションを迎えるとどうなるかということなんですけど、結局1000万あったとして株式に900万円、現金に100万円、このようなポートフォリオを組んでいると、リセッションが来ると株価は暴落して半値になります。そして手元資金はすぐにはけてしまうということです。なぜかというと、この株価が暴落する時っていうのは実体経済も悪くなるので、世の中で現金が回らなくなるんですね。例えば会社お勤めの人は給料カットされたりクビになったりとか、自営業者経営者の方は今まで入ってた売上とかね入金が急に入らなくなったりとか、そういうことが起こる世界になるということですね。なのでこの世界はキャッシュイズキング、現金が一番強いという世界なんですね。その時に現金が全然ないので手元の現金はすぐにはけてゼロになる、むしろマイナスになるんですね。支払いが来るけど払えないと、じゃあどうしよう、支払いがあるけど払えない、このままじゃ倒産する、あでも株があった、株で払おう、でも今株今売っちゃうと損切りになっちゃうんだけどな、待ってたらこれ回復するんだけどな、だけど支払いがあるから払わなきゃいけない、株を損切りするしかいけないってなって
負けちゃうんですよね。これが貧乏サイクルの人のポートフォリオです。では金持ちサイクルの人のポートフォリオはどうなのか、ね、リセッション前に高値のとこで株をある程度売って現金化してそこで拾い直せるような人っていうのはどういうポートフォリオなのかということなんですけど、こちらをご覧ください。株価がリセッションをする前に高値である程度株式を売り抜けて現金化します。そして現金のポートフォリオを集めに株式などリスク資産のポートフォリオを少なめにします。そうすると今のような金融相場は株価が強いので株式のポートフォリオ多めでいいんですけど、ですけどこの株価がピークを迎えた時にある程度株式を売却して現金化します。なので1000万円のパターンだと現金800万円、株式200万円、まあ例えばね、このようにポートフォリオをメンテナンスします。そこからリセッションがじゃあ来ました、来るとどうなるか、株価は半値になります。200万円から100万円になります。そして手元の現金もある程度はけていきます。例えば800万円から600万円になったとしましょう。そこから暴落があった後は FRB が金融緩和をします。金融緩和の発表をすると株価は上がっていきます。この初動で現金が余ってるから株式を買えるんですね。例えばじゃあ600万円のうち300万円を株ね、今下がってるんで買い増ししたとしましょう。そうするとこのタイミングで現金300万円、そして株式400万円などのようにポートフォリオをスイッチングしていきます。どうですか皆さん、次のリセッションの時まで考えてちゃんと想定して投資をしていますか？なんかわかんないけど S&P500 買っとけばとりあえず上がるんでしょ、お金増えるんでしょみたいな感じで安易に投資してる人、特に大金を相場サイクルも理解せず金融ショックを理解せず投資してる人はかなり危険です。実際に具体的にじゃあこのねリセッションどのタイミングで来るんですかっていうことなんですけど、それはいつも言ってるようにこの4つの相場サイクルを学ばなければいけません。これを理解せずに投資してる人は積み立てNISAであっても米国 ETF であっても個別株であっても、まあ、簡単に言うと無免許運転してるのと一緒です。無免許運転するといつかは事故、つまり投資で言うと大損に遭います。なのでそうならないために無料のオンラインセミナーを開いておりますので、そこでねこの4つの相場サイクルについてもご説明しておりますので、ご興味ある方は概要欄から参加してみてください。相場サイクルを学ばずに S&P500 に大金を投資してるやつがいるんですよ。なーにー、ということでやっちまってるんですよ。やっちまわないように勉強しましょう。ということで金融ショックの対策というのをまとめましたので、こちらをご覧ください。まずパターン1、積み立てNISAなど毎月少額を積み立てしている場合は株価のピークで利益確定はせずに暴落しても積み立てを毎月相変わらずコツコツ継続してください。そして次にパターン2、数百万から数千万以上の自分の中でこれはもう大金だなと思えるような金額をもう投資している人っていうのは、個別株であっても株価指数であっても株価のピークの時点である程度利益確定して現金化しておく必要があります。これをね結局やらないとこのねそこのところで現金が足りなくなって老媒売りする羽目になってしまいますのでご注意ください。そしてパターン3、ファイヤー達成者は現金クッションでこのねリセッションの暴落からの回復っていうのはやり過ごすんですが、この株価の暴落っていうのもいつどれぐらいの期間で回復するかっていうのはこれは誰にも分かりませんので、そういった意味で株価のピーク時点である程度現金クッションは厚めにしておく必要があります。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。アメリカ経済を理解していけば基軸通貨ドルである米国株っていうのはすごいね堅実的で、先進国であるにもかかわらず人口も増え続けています。そして世界中から優秀な経営者が集まってシリコンバレーでね起業していって、その中でも大型のトップ黒字企業500社である S&P500 は今後も成長の期待ができるとても堅実な投資先です。過去のパフォーマンスで年平均 7% ぐらいリターンが出ていますが、あくまでそれは過去のデータであって今後も必ずそうなるかどうかっていうのは保証はありません。そして S&P500 であってもマイナスの年はあったということと、暴落の時には半値になるリスクがあるということですね。なので皆さんが投資している資産、金融資産っていうのは常に半値になるリスクを伴っているっていうのを理解しておきましょう。そのために生活防衛資金である現金っていうのをしっかり用意した上で投資というのはしていかなければなりません。なので余裕資金で投
資をしていくというのは基本中の基本になります。今回の動画がためになったという方は高評価ボタンとチャンネル登録、それから SNS などでね紹介していただけると嬉しいです。また米国株の運用のセミナーを開いておりますので、ご興味ある方は動画説明欄をご確認ください。あと私の YouTube チャンネルをご視聴の皆様に長期投資の教材とビジネスで自動収入を作る動画を無料でプレゼントしております。こちらも概要欄をチェックしてみてください。以上で今回の動画を終わらせていただきます。みんなで頑張ってファイヤーしましょう。ありがとうございました。